書いてあるんだ。見せて。見なくていいわ。優等生の鏡って感じの子よ。確かに彼女が休んだのは今日が初めてだったな。そんなことどうでもいいから宿題を届けて帰るわよ。ゲーム中はくっつかないでって言ったでしょうが。そろそろ行こうか。帰りましょう。だから刺さってるって言ってるで。